はい、ちょっと日陰で見えないけど、はい、梅山くん。ね、今回このチャンネルの人気シリーズ、レンジボールで300で飛ばせるのかチャレンジに、ぜひチャレンジしてみたいということでね。はい、去年来た時よりももうビルドアップして、体重が何キロ増えたんですか？8キロぐらい。8キロ増えた。ってことは飛距離も伸びてる、自信があると。あります。ということで、あの同級生のね、松山英樹プロや、いや本当にあれですよ、あの大学入った時にここ来た時は240ヤードでしたから。あ、あのユピテルで。はい、ユピテルで。それが今300ヤード出す自信あるんですか？もうやっぱ T シャツもうね、ちょっと汗ばんでるから、もう準備運動は仕方ないですね。準備運動バッチリです。任せます。じゃあ300ヤードチャレンジやっていきますか。はい、ボールはね、いつものごとくこの泉ビレッジゴルフガーデンボール、そして計測機器はもちろん同じ条件です。ユピテル社の GS 一足的、これで300ヤード飛ばせるのか、チャレンジ10球です。山地君も見守る中、アドバイザー、僕はね、正直ね、出ないと思うっすだってみんなギリギリだから。確かに動画見ててギリギリですね。山地君はどうですか、出ると思いますか？山地君はね、304ぐらいで達成してるけど。いやでも8キロ増えて出ないはないんで。そう、8キロね、体重増えて飛ばなか飛んでなかったら、いやマジそれは悔しいっす。参考になりそうですね。確かにそうです。トレーニングは飛距離に直結するかっていうのを証明します。ありますか？すごい。じゃあ自信あるんですね。あります。あるですか？じゃあ300チャレンジやっていきたいと思います。これでなかったら、これでなかったら出せよ、ね、マジ。じゃあ行きますよ。もう十分前振り前振りです。何、普通のスイングで、それともなんかもう満振りスイングでいくんですか？いや僕やっぱり飛ぶ方じゃないんで、うん、満振りです。一発目から、はい、一発で出る可能性あるんですね。アップの気持ちじゃないですか？まずくないですか？尺的にはね。じゃあ出ますか、はい、じゃあいきましょう。僕出ないと思うな厳しいってこれ。出ねえかな。300の壁はありますからね。お、いい振り。今行ってると思うんですか？ちょっと当たり薄かったんすよ。こっちは見ちゃ見ないでくださいね。おお、すげえ。295、一発目から295。ヒールっぽいっすよね。ヒール下みたいな。240だった男が、マジか、55ヤードアップして、10年で55ヤードアップしてます。皆さん、筋トレがもうすでにこの時点で効果を出していると。1球目の295はもう結構心の余裕が生まれそう。でも松山英樹選手も296で始まって結局あと9球とか焦ってたからね。さあ2発目で、もう史上最速で終わってしまうのがこのチャレンジ。やらせはありません。さあどうすか今の。下すか。わあ、これ出るな。298。298。何も前振りですかこれ全部。これ2発目で298で最速だよ。そうですね。てか。すげえトレーニングの効果出てんじゃん。出てる、ね、今体重何キロですか？81。去年と一昨年何キロですか？72、3。本当だ、すごいわ。これね、7球目いくとね、正面から取るっていうなんか法則があるんですけど、そこまでいかないねこれ。史上最速、尺が4分台で終わってしまうという。飛ぶわ。いいっすよ。30目。あ、これいいんじゃない？これいったわ。これいったっすか？じゃあもうカメラ見せないけど何ヤードっすか？302。じゃあこれさ、あの欲しかった心臓音、はい、あの効果音出したけど、お願いします。まあ俺の声だけどね。てっていやー、山地くんね、これ甘くないね、やっぱね。甘くないっすよ。甘くないっすわ。ダン。すげえ上山智弘、決して飛ばし屋ではなかった上山智弘が筋トレトレーニングをして、いや出るんだ、史上最速で300ヤード。3球。初めてです。僕はだけどこれ300出たの。やばいっすよこれ。すごいっすね。これ尺どうしよう。5分だね。これもうちょっといくのってことは、これではそういえば高島プロもね、250ヤードチャレンジっつってなんか一発ぐらいで260いっちゃったりしたのでなんかどんどん上乗せしてったやつあるから。310目指します。310出る。したら310ってきついよ。可能性ある
さあ残り何キロあるのこれ。7キロあるの。310とかいっちゃうのこれ。やばっ。最速だよこれ。どうすかどうすか今の。もう300度軽くいってるわけこれもしかして。あ、298だわ。決して飛ばし屋じゃなかったよね。マジ今でもそんな飛ばし屋ではない。そんな簡単にいくのこれ。やば。薄い。わあでもコンスタント299、57とかヘッドスピードだよこれ。すごいよこれ。これすごいよ。悪いけどマジで。すごいっすね。マジですごいよ。準備運動したけどそんな30球ぐらいしか打ってないからね。アイアンでしかも。そんなやっちゃうの？いっちゃう。試合前だけど大丈夫？いっちゃうよ。やば。いっちゃうよ。お、今いいの。あ、ここ変わったよ。これ、これ何本いったこれ。これ当たった。305。これはいったっす。でって。これ、地上波の横から入ってくる。でって。おぉ、305。すごい。やばっ。じゃあ、残り。今のクソシーンですよ。めっちゃ当たった。いや。じゃあ、普通のラウンド、いや、すごいの分かったわ。じゃあ、普通の試合用のスイングでどれぐらいいくのか。どれぐらい違うのか、マンブリと普通のやつで。梅山やば、こんな変わるんだね。伸び率が半端じゃないです。それからが試合ぐらい、はい、でもアドレナリンでまんま振ってなかったよ。いや、普通です。あ、そうだ、277。スピードも全然違うね、はい、そうですか。じゃあこれあれだね、山地君3球打ってみて。山地君3球チャレンジ。山地君3球、まあ、だって経験者ですもんね。もうすでにもうクリアしてるから、もう殿堂入りしてるから。別に出なくても評価落ちることはないから。あ、ですよこれ。山地君が殿堂入りの山地君が。確かに。これ僕に負けてるやばいっす。やばいね。で一応3球ですもん僕も。そうだね、そうだね。殿堂入りしてるから山地君の評価は練習ダメですか。練習ダメです。練習殿堂入りは練習しちゃダメです。山地くん3回目でもこれ3回目だからね。山地くんチャレンジ1回目も3回目今回。1回目は普通の300チャレンジ、2回目は秀樹チャレンジっつって彼のチャレンジ記録にを抜いたんですよ。304だったかなんかで。これ今回梅山チャレンジは3球になっちゃったんで。秀樹チャレンジの時も9球しか与えなかったから確か。今回梅山チャレンジだから3球。梅山は3球で止めれるでしょ。そう、梅山チャレンジ。まあとりあえず1球目に行きます。見ないで打ったら。あ、これ当たってないもん、ほんまにね。もうね、ほら、はい、273円です。おい、俺の頑張りに負けてるじゃねえか。だって一発目から295とか当たってたからね、梅山選手。無理だ。やっぱ仕留めにかからないと、俺みたいに一発目から。さあ、梅山チャレンジ、2球目。お、今振った。どう当たったんですか。いや、ちょっと下の方です、うん、いや、でも俺出てない気がするんだよな。なんかもう、やっぱ俺これ、ちょっとトラウマなんですよ。出ない、最初は出ないっていうのが。じゃあそこにいてね、私行ってください。ちょっと待ってください。俺さ、273って次300出ます。確かに、じゃあ行くね。いや、俺無理だけど。でおっとー、出てないやつかな。あ、でこの動画分かったでしょ、この感じ。出てないやつ。いや、出てないです。出てない。さすが山地君。いや、それは逆のやつです。さすが山地君。いや、だから、はい、惜しいんだ。297。はい、残り1球。さあ、梅山チャレンジラスト。これでなかったら梅山君です。もう飛距離は梅山君です。あ、これはね、
あ、出た、これ出た。これ、これ同じじゃん、これ。これは出た。出た。これ出た。行くちゃん、行ってくる。もう最初にやっときゃよかった。なんや、これ、これは勝った。これに。あ、もう。じゃあ何本いったんすか。え、皆さんさっき。300でいっちゃう。3球目は302でした。1だ。1。あ、2は出てると思う。で、行きますよ。これ、じゃあ、出て。あー、なるほどね。301か。え、今、梅山君見た？見てない。見てない。じゃあ、並んでもらっていいですか？え、301。え、でもこれ、1越さなきゃダメなんですよね。1だとタイだから。301ってね、すごい、あの松山英樹選手も301、宮里優作選手も301、そして梅山君も301、3人並んだんですよ。で、その梅山君の301アウトにチャレンジする、梅山チャレンジ。山地君、3球目。なんか俺、不安っす。なんでお前が不安なんだよ。不安じゃないですか、これ、見るとき。結構これ面白い結果ですよ。いいっすよ。梅山チャレンジ、3球目。梅山チャレンジ成功。なんつんだっけ、このジャイアントキリングっていうの。梅山チャレンジジャイアントキリング成功。さすが山地君、ポテンシャルをそがったです。はい、ということで、2人のポテンシャルなかなかなものでした。またいろんなとこ撮ってきます。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではさよなら、ありがとうございました。で、ここに対して綺麗に戻してくることだけ。はあ、素晴らしい。